毎週第4土曜日の千葉ネタリウムのお時間です。この番組は恋愛不適合者の2人がお送りするためになるのかならないのかわからない恋愛情報バラエティです。そして MC は私チスコと千葉鈴香と、はい、白目がこと、白目がねこと、加藤です。めちゃめちゃ噛みましたね。新年一発目からめちゃめちゃ噛みましたね。今年もダメだ、やばいよ。ポンコツっぷりが露呈してしまいました。そして今回もみゆゆ、はい、お邪魔します。みゆゆこと西川みゆゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで新年一発目はこの3人でお送りしたいと思います。はい、さあ2022年1回目の放送ですね。2022年一発目の放送ということで、はい、はい、今日は新年っぽく、はい、日本酒持ってきました。獺祭持ってきました。イエーイ、新年会だ。新年会です。マスクするってさっきすごい相談されたんだけどさ、これ飲むんだったらマスク無理じゃない？マスク無理だね。相談内容がちょっとポンコツです。よいしょ。違うんだよ。ありがとうございます。よいしょ。加藤さん入れますよ。お願いします。さすがですね。はい、どうぞ。狙いここスナック。ここ寄り道じゃないからね。寄り道です。シーママがね。ということで、はい、乾杯。乾杯。今年もよろしくお願いします。うん、おいしい。ダサい。おいしい。さすがですね。美味しいですね。磨きがすごいですね。へえ。2人はお正月どうやって過ごしたんですか？お正月はお仕事漬けです。意外、休んでそうだった。てかねイメージてかね、去年休んだのが、うん、あ、違う、いや、今年まだ休み取ってないよ。去年の28日に休み取って、そこからずっと休み取ってないです。フル稼働だ。 Me too です。マジ？私多分去年、あ、そうだね、20同じぐらいですね。多分前回の放送ぐらいからからクリスマスから、そうですね、あたりから、はい、仕事して、年末年始も仕事をしてながらハッピーニューイヤーを迎えました。もうアクティブじゃん。そうなのよ。やばいよね。何やってんだろう。今年1年すごい年になりそうだね。本当ね、激動の仕事にいっぱい追われて、うはうはしたいね。休みたい。まずはちょっと両極端。エミューは？私はしっかり休みましたよ。仕事納め30とかで、31から 1,2,3 って休んで、お、真っ当な生活を送って、真っ当な生活をしてちょこちょこ休みながら生きてますよ。人間らしい生活。その休みの日、正月ね、なんかね、あれ行った、七福神巡り。おお、毎年行ってるよね。そう、毎年行ってるの。どこの七福神？千住から始まって、うん、で結構日本橋も行ったし、浅草もやったし、隅田のあたりもやった。いろんな地域の七福神回ってた。2022年は鎌倉を回ってみました。あ、いいね、鎌倉。めちゃくちゃいい。てか鎌倉にもあるのね。そう、江ノ島鎌倉七福神っていうのがあって。そうか、江ノ島もあれな、弁天様だ。そう水のところは。そうか、そう、楽しかった。演技よく、めちゃくちゃご利益がありそうな新年早々を迎えておりますね。はい、ね、ということで皆さんもですね、きっとたくさんの方が初詣に行かれたと思うんですが、はい、うん、まあ、それにちなんでですね、この千葉ネタリウムでも今回初詣ということで、そうですね、神社特集をしたいかなって思っています。縁起がいい。はい、ちなみにこの番組は何の番組？恋愛番組ですね。覚えてる。覚えてる。恋愛番組ですね。加藤さんすごい。恋愛偏差値上げないと。すごい。新年一発目ちょっとポイント。はい。ですよね。ゲット。ポイントゲット。素晴らしい。はい。なので神社の中でも恋愛、はい、つまり縁結びの神社を取り上げていきます。はい。はい、ということで改めて今回のテーマをお願いいたします。今回。シャキーン。はい。恋愛運をつかめ、縁結び神社でパワーアップということで、はい、神力がダメだったそうです。神に頼く、頼ろうよっていう。頼ろうよ。神頼みしかないな。先に言われてびっくりした。という企画です。はい。思いない。はい、ということでですね、はい、今日はみゆゆをゲストにしております。はい。お。なんででしょう。あれ、さっきみゆ何してたんだっけ、今日は。今日は神社で巫女さんをしてきました。はい、ということは、
そうなんですよ、みゆみこさんをやってるんで、はい、やっぱ神社特集にはみゆが必要かなと思いました。清純な乙女だからですか。さあ次行きましょう。惜しいな。ちなみにみこさんって、はい、あれなんだね、あれお正月の間だけするとかでもなく、そう結構コンスタントにしてね。私はあの正月とか七五三とか繁忙期だけ入るスタイルでやってます。なるほどね。どのぐらいやってんの。もうかれこれ 3,4 年くらいは同じところで毎年なんかその時期になると連絡が来て私も行けますか、あ行けますみたいな感じでお手伝いしてますね。みこさんってどんな仕事するの。みこさん多分、うん、見てくれてる方とかも思うのがあのお守り売るっていう、あの札所での、ね、窓口のこうところで、ね、お守りを売ったりとか、うん、あと儀式じゃないあのご祈祷とかですね、はいはいはい、あの踊るやつだよね。そうそうそう、とか踊るところもあるし、あとなんかご祈願の時とかに、うん、まあ、司会進行みたいな、あやってるやってるやってる、あの玉串の説明してあげたり、うんうんうん、頭を下げてくださいとか、こうどうとかこうとかっていう案内とかもしたりとかしてます。そうそう、はい、巫女さんってどうやってなるの。なんかそもそもさ、うん、巫女さんになりたいって言ってどうやってなるか分かんなくない。結構なんか人気の職業っぽいよね。職業っていうかさ、なんかこうアルバイトとか。もちろん憧れた時あった、ね、巫女さんに。あったけど、うんうん、どうやってなるかが全然わかんなかった。なんかね、お正月とかは結構募集が多いんですよ。やっぱお正月年末年始が一番神社は忙しいので。それってでも公に募集してるんじゃなくて、もううちうちでつながりねみたいな感じ。神社のホームページを見てもらうか、意外とバイトルとかにも大きい神社は載ってる。そうなんだ。規模がもう大きくて、巫女さんも何十人もたくさん採用するようなところは、そこでやって集団で面接して、集団で研修会やってみたいな神社もあるし、地元のちょっと小さな神社とかだったら、それこそコネというか、今年も頼むよとか、年頃のなんか子がいて、お母さんが町内でなんかその仕事してる時になんかバイトしないみたいなパターンもあるし、その各神社のホームページで募集することもあるので、まあ興味がある方は10月とか、だいたい10月11月ぐらいに募集がかかることが多いので、見てみてくださいっていう。年齢制限とかないの。もちろんありますよ。だいたい私が言うのもなんかすごいあれなんですけど、だいたい力強い23歳以下が好ましいってとは言われてます。あ、みゆね、23歳だもんね。そう、ね、ギリギリ、まあ、23歳と仲良くさ、23歳と、うん、100ヶ月ぐらいたまにこういうパターンもあるんですけども、だいたいやっぱその入り口としては、その高校生とか大学生の方がなんかちょこっとされる。あんまり社員さんで巫女さんっていうのもいないので、だいたいそういう若い方がアルバイトさんが多い。そうですね、アルバイトさんで、そんな大きい神社じゃなければ常勤っていう感じでもないですね。一年中巫女さんがいるってイメージもないもんね。ないですね。ないかもしれない。だいたい神主さんだけでやっていけるぐらいの町の神社だったら多いと思うので。え、今年初詣に来る人多かった。去年よりは全然多かったと思う。やっぱ増えたんだ、うん、そうなんだね。やっぱオミクロン爆発のちょっと前ぐらいだったじゃないですか。確かに確かに。なのでみんなギリギリセーフだったもんね。三が日は結構動いてたかな、うん、アクティブに動いてた、はい、なるほど。神社、ちなみにさ、巫女さんから見て神社のマナーとかある。あるよやってほしくないこととかないの。なんか神社に入った時にやっぱその参拝のマナーとかはいろいろ教わって、もちろんあの手洗う時はどっちからどうっていうのもあるけど、でもなんか今あれコロナだから、もう試着自体がなかったりとかするので、そこはまあスルーしたとして、なんかね、一番気になるのはお金を投げる人。ダメだよね、あれね。そう結構、ね、でも多いよね。多い、ほぼほぼ投げてない。みんな投げる、8割方投げてる気がする。投げることがいいことかのように投げる方がいるんですけど、あれはなんか神様にお金を投げつけると同じ行為だから、とても失礼なことだなって思いながら、うん、決してトレビル泉ではないよねっていう、見てます。そう、それはめっちゃ私も気になる。わかる。あとね、参道歩く方がどっちとかも、ね、実はね、いろいろ細かいね、神社のね、ねあるんだよね。真ん中歩いちゃダメだよね、的なね。そう、神様がね、通る道だから歩いちゃダメだよって。一回ね、浅草でね、修学旅行生がね、
お前ダメだよ、真ん中は神様の歩くとこだよ、浅草寺だってなと思って、合ってるけど間違ってる、そんなことがある。かわいいね、かわいいね、でも気にしてるのね。めっちゃかわいかったよ。惜しいってなるんで、惜しい、確かに惜しいね。でもそっかーで納得しちゃったのね。夢はそうなんだぐらいなんだけど、てらーと思ってっていうね、まあいろいろ神社のマナーもですね、せっかくなんでみゆに聞いたりとかもしていきたいなと思います、はい、さあ今日は縁結びの神社なんですが、うん、はい、加藤さん、はい、恋愛に強い神社ってどこだか分かりますか？私がめっちゃ見切れてる。あ恋愛に強い神社、あーでもね、ちょっと聞いたことあるかもしれない。お、当てちゃっていい？全然全然、ね、これ当てて空気読めない男にならない？大丈夫？全然大丈夫、いっぱいあるから。あ、そうね、そういっぱいあるから。東京大神宮とかって恋愛、そうですね、東京、ね、そう、東京大神宮は恋愛の神様です。だよね、うん、素晴らしい。行ったことある？他は行きました。行ったの？行きました。行ったでもあんまり盛り上がないじゃんみたいな。ああ、はい、次次は有名どこって言って、今戸神社。おお、もう猫ちゃんのね、はい、あそこも結構有名だよね、うん、あそこ浅草らへんだっけ。浅草らへんですね、うん、すごいね、東京の恋愛の神社結構巡っちゃってますね。まあ、そっちはね、巡ってない、うん、今度は行ってない、ね、え、東京から離れたら一番有名なところは、え、あれじゃないですか。結構遠いところです。え、結構遠いところ、あそこですよね、うん、そうそうそう、出雲大社。おお、そうですね、そこで合ってる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 、結構出てくんね。すごいじゃん、結構知ってるね。え、みゆは他、私もなんかやっぱ出雲社は浮かんだかなと思うけど、神田明神とかも、神田明神もそうなのか、うん、商売の方がなんかイメージ強いけど、でもみんなあのその神様がいる、うん、そうだね、あそこいっぱい神様いるよね、うん、まあ他にもですね、これってなんかスライド私用意した？あ、出てる。あ、これ違う、恋愛強い、そうですね、神様、まあ、神社ですね、これが一応2022年に回ってほしいなっていう、もっともご利益がある縁結びの神社っていうのがこちらになります、うん、あ、貴船神社、はい、京都の1位が出雲大社、はい、2位清水寺。清水寺意外、うん、清水寺ってさ、修学旅行とかでさ、修学旅行、恋の石みたいなの、あ、行かなかった、自習神社があるところじゃない、あの清水寺の中の、その恋愛コーナーみたいな、そうそう、行ったでしょ、そういうのもあるんですよ。なんか清水の舞台から飛び降りる方のイメージだけしかないから。そう、これね、ちょっとあるネットに出てた2022年に最も行ってほしい神社っていう、うん、はい、やつなんですけど、あと貴船神社ですね。出雲大社行ったことないな。出雲大社っていうのはですね、まあ、縁結びの神社としてとても有名なところで、ここは前世の自分が出会った一番いいご縁が復活し、今世の相手として現れてくるっていう神社になります。そして2番目の清水寺ですね、ここ京都にありますね。まあ、恋占いの石もございますが、以前はうまくいかなかった恋が再縁して、本人でなく、または本人でもなくても、なんか似てる人とか自分のタイプの人っていうのに出会うようになる神社だそうです。復縁もできちゃうみたいな、うん、そう、同じ縁結びの神社って言っても結構そういうご利益みたいなのも違うみたいです、ね、タイプが違うよね。そう、3番の貴船神社、私もここさ、恋愛の神社っていう感じはしなかったんですが、うん、どっちかっていうとね、水の神様だからさ、ここ、うん、そうなんだってなったんですが、芸事っぽいけどね、うんうん、そうそうそう、もともと貴船神社は水の神様なんだけど、ちょっと結社の方が多分恋愛の神様なのかなっていうところがあって、な、ちなみに日本三大縁結びの神社の一つだそうです。あ、そうなんだ、そうなんです、三大、うん、貴船、でもこれが三大ではないんだね、出雲は多分一個入ってると思う、あと貴船と、あともう一個どこだろうね、氷川かな、あ、氷川系なのかなと思うけど、水の上を走る船がうまくバランスを取りながら進んでいく、そういう乗り物じゃないですか、船っていうのは、うん、はい、なのでバランスや均衡を保つ、いい状態にするっていうことで、あの関係が順調に進んだりとか、心穏やかに過ごせてて、うん、
でじゃあ結婚に進もうかみたいな人たちにおすすめ、相手のいるようなそう人たちにおすすめの神社だ。男女のバランス、夫婦のバランスが、そう男女のね、好きすぎてもダメだし、どっちかがなんか強すぎてもダメだ、ダメですね。まあ他にもですね、いろいろさっき出ましたが、伊勢神宮もそうですし、下鴨神社とか、はい、あと氷川神社とか箱根神社とか、あそう伊豆山神社とか二荒山とかもそうですね、日光のも一応縁結びの神様になります。はい、いっぱいある、そうあるんですよ実はね。ちなみにですね、そう、いっぱいあるんですよ行ったことあるとかあった？いや、さっき言った東京大神宮だけかな、ね、だからやっぱりパワーが足りないんだな出雲大社行かなきゃな今度。そうですね、今ねちょっといろんな縁結びの神社をバーッと紹介したんですが、はい、じゃあなんでその神社が恋愛になんだろう強いんだっていうのって知ってますか、うん、なんででしょうか。それはんここに来てなんかこう祀られてる、おおおお祀られてる神様が、いい例えばその子、うん、男性と女性、まあまあ、ギリシャ神話とかだとこう美の神様とか恋の神様みたいな、そんな感じで日本の八百万の神の中にも恋愛に強い神様がいたりするのかな。素晴らしい、そんな感じで合ってるのかな。まあ見るよね、そうですね、わかるかもしれないですけど、まあ今ちょっと言ったことなんですが、うん、そうですね、恋愛の神様っていうのがいるんです。じゃあその神様がいるかいないか、ここの神社にはどの神様がいるのかっていうのを見るために、うん、加藤さんこういうのを見たことありますか。ミエはもうもちろん見たことあると思うんですが、うんうんうん、あー見たことない。はい、神社にはですね基本必ず絶対あります。基本必ず絶対ってなんだって感じ、とにかく絶対って普通なりたいみたいなそうありますこれにあの御祭神って言って、ここにはどの神様がいらっしゃるか、はいはい、またここの神社はどういった習わいから作られたかとか、うんうんうん、そう文社なのか、歴史がね、歴史とか、はい、そういうお祭りごととかも何月にありますよとか、うん、そういうここの神社の情報がもう集約されているものがあるんですよ、うん、そうか、そうなんです。だからあらかじめこれをお参りする前に1回チェックをすると、うん、ここの神様は誰なんだなっていうのが分かるので、うんはいはいはい、お参りするときにね、その神様の名前を呼んでお参りをしてあげるとなお良いとされております。あ、うん、大事だね、父様お願いしますみたいな、そんな感じなのね。そうそうそう、だって人間だってさ名前を呼ばれた方がさ、うん、ちゃんと聞こうとかさ、うん、思うじゃない。あ、やっぱり覚えてたねとか、そうそう、うん、同じね、誰にっていうところをしっかり明確にしてあげた方が伝わりやすいよと。あ、そうだね、よくなんかお参りするときに自分家の住所言うとか言わないとかっていうのもあったりするよね、うんうん、名前言ってみたいな、その延長線だろうね、うん、ちゃんと誰に何をっていう、うん、そうっていうのをちゃんとね、言わないといけないよっていう、まずは相手のことを知ろうっていうところですよね。そうですよ、大事ですよね。じゃあはい、こちらぜひ見てください皆さんも。はい、見ます。さて話は戻って、はい、では恋愛に強い神様って誰でしょうか。誰だ、みゆわかる？あれじゃない？大黒様の、おだよね。さすがですね。大黒様、はい、うん、大黒主の御事様はそうですね、入ります。大黒様のうちでの小槌振ってるやつ？そう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 、大黒様。恋愛の神様？恋愛の神様ですね、ちなみに他にもいるんですが、わかりますか？あれだ。弁天さんじゃないの？違う。弁天さんはね、芸事かな、どっちかっていうと。あれどっちかと芸事なんだ。うん、あとは金銭かな、弁天様では、うん、そうそう、あ、そうか、銭洗い弁天だもんね。そう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 、どっちかかな、お金か芸語とか芸術こと、じゃあ駅の名前になってたりする？駅の名前、その神様なってない？やだいや、エビスサバとは強い。あ、そのさ、非常福神から離れない。あ、神様、そっか、どん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 、待って待って、神様って7人しかいないわけじゃないよ。言い方が悪かった、言い方が悪かった、言い方が悪かった、ごめん。ミユの七福神参りをそこから良くなかった、ずっと待ってる大神とかそういう名前で言えばよかった大国主の御事と、大神と、あとは他にもいるんですが、大和たけるの御事、
あそれは大和たけるの御事もいるいるいる、うん、神様三峯神社とかに祀られてるのはそうかな、はい、大和たけるの御事かな。お父さんのお家の近くの花畑大鳥神社も大和たけるの御事。あ、はい、そうなんですか、はい、さすが御子さんさすが御子さん合わされたやばいね、みゆに拝んだらなんかもりえてあるあったら怖いですよね来月結婚みたいな今度から毎回ちょっと拝むわじゃん。パワースポット化するさあちょっと聞き慣れない言葉が多い人もいると思うので、うん、スライドお願いします。こちらですね、恋愛に強い神様っていうのがだいたいこの5名5名っていうかまあまあ5組はい、いらっしゃいます。まずイザナギの御事とイザナミの御事、うん、こちらどなたかご存知ですか。イザナギとイザナミ、あの天の岩と、あれ違うか、それはテラスを見たみたいな、前前なんかやばいな、やばいな、こちらはですね、日本で最初の夫婦となった神様になります。国生みをした人たちですね、日本列島だったりとかもこの人たちが生んだことによってできたと日本神話ではされています。他にも海や川、風、火、いろんなものを生んでますね。だからこの神様たちが生んだ子供たちからなる話もいっぱいある、うん、あーじゃあなんならアマテラス大神も、うん、こっから派生、こっから派生してる。なるほど、はい、日本の今の神様の全ての頂点なんだ。頂点はもっと上にいる、うん、もっといるそうお父さんお母さんではないんだ、うん、頂点はもっと上にいる。そうそうそう、はい、次大黒主ですね、はい、大国主の御事っても言われますが、うん、まあ、大黒様のことです、うん、こちら愛し生きとし生けるものが、まあ、豊かに栄えていくための神様って、じゃあなんでそうなったかっていうとですね、アマテラス大神からちょっと国をね豊かにしてくれみたいな命を受けてるんですよこの人。そしたらすごい豊かな国にして、うん、それをねまたアマテラス大神にその土地を返したの、はい、そうしたらもう感謝をされ、うん、しかも豊かな国になってることにもう大満足をされて、この人に結びの御神力っていうのを授けたんです、アマテラス大神が。だからこの人は縁結びの神様とされるようになりました。なちなみにこれ出雲大社は大国の主の御事です。なので結びの神様なので、みんな神様が神あり好き神なし好きの時に集まって、はい、この1年どの人とどの人を結びつけようかっていう会議をするっていう、全国で縁結び会議があるんだ、ね、縁結び会議がある、エントリーされたいそう、続いて猿田彦の神様は知ってますかね。はい、サルタヒココーヒーもあるよねありますね。でもどうなんだろうね、こっから取ったのかな、わかんないんですけど ね、確かに。そう、サルタヒコっていうのはあの天孫降臨ってわかりますか、ニニギノミコトっていうのが日本を治めるために降り立ったっていうのを、天孫降臨、空から下に降りてくるっていう行事があったんですけど、うん、その時にあの道案内をした人がサルタヒコの神様になります。はい、で道開きの神様として知られているので、道を開いたり導きの神様だったりってするので、うん、縁結びを導いてくる、 何事も導いてくれる、うん、っていう意味で猿田彦の神様も縁結びの神様とされてます。なるほど、頼りたい、はい、ね、開いてほしいさあ次、くくり姫、これ聞いたことありますかね。くくり姫の御事様ですね。よく祀られてるところは白山神社とかに祀られてるんですけど、アジサイ綺麗なところですか。あ、そうですね、そう、聞いたことない。この人は美しくとても聡明な神様なんですね、女神様なんですよ。で、和合の神とされております。じゃあなんでそうなったかっていうとですね、夫婦っていうものはいつだって喧嘩をします、うん、ある日、イザナギの御事とイザナミの御事様が喧嘩をされました、うん、そこで仲裁役かに入ったのがこのくくり姫になるんですね、うん、なのでくくり姫様っていうのは和合の神様、またくくるっていうのと、くくるっていうその縁を結ぶっていうのをかけて、くくり姫っていうのが縁結びの神様とされてます。
掘り下げるといっぱいいらっしゃる、ね、そうなんですよ。で最後こちらスサノオとクシナナ姫ですね、うん、これはもう結構有名なお話があるんですけど、うん、ヤマタノオロチのお話の主人公と、うん、はい、あと、まあ、ヒーローとヒロインですね、うんうん、で日本で初めて結婚式を開いたとされる神様になります。あ、そうなんだ。そう、あのヤマタノオロチを倒しに行く時、まあ、倒した後なのかな、うん、に両親にちゃんと結婚をするっていうのを夫婦になることをお許しを得て結婚をしてるんですよね、この二人ちゃんとしてる。そうそれが日本最古の結婚式の姿だっていう風にされています、うん、すごい。そうで、こんな感じで恋愛の強い神様っていうのがいるんですが、まあ、この神様が関わっているところは縁結びになっていることが多いです、うん、はい、こんなたくさんいらっしゃるんですね。そうなんですよ。イザナギの御事とイザナミの御事は何神社とかどこに祀られてるとかって、まあ、あります、あります、うん、どっか調べれば出てくるんだ。はい、ありますね。調べてみようさあということで神様のことがちょっと分かったかなと思います、うん、はい、うん、さあじゃあですね、じゃあ、じゃあ、行くのみですね。そうですよね、行くのみですよねいざ参ろう参ろう、まあ、正直参ろうってなっても、うん、今さっきさいろいろ挙げたんだけど全国つつうらうらすぎて、うん、行けるところといけないところがやっぱりあるじゃない、うん、ちょっと遠い ね、うん、ご時世もあるしね。そうなんですよ。でここはですね、うん、北千住じゃないですか、はい、ね、ってことはやっぱ都内で回れるところ欲しいですよね、うんうんうん、欲しい欲しい、うんうん、なのでちょっと何個かピックアップしました。やった、都内の恋愛の神様を。さあということで都内のおすすめ神社3箇所紹介します、はい、こちら私が勝手におすすめとして今回紹介する神社です。私が行きたい神社だ。嘘行きたい。高木神社は今度行きたいなと思ってました、はい、1個高木神社ですね。これ墨田区にある押上駅にあるところになります。でさっき出ました今戸神社、まさかの、はい、加藤さんが。そうなんですよ、口からまさか今戸神社が出ると思わなくてびっくりした。最後ですね、氷川神社、うん、こちらの3つをですね紹介していきたいと思います。はい、はい、高木神社初めて聞いた、うん、次のスライド行っちゃいましょうかね。もうどんどん行きましょう。まず高木神社、あ、すごい立派なお社、はい、こちらが高木神社なんですが、うんうん、こちらは高結びの神が結ばれ、あのいらっしゃるところです、うん、さっきのところにはちょっと出ては来なかったんですが、うん、まあ、三中の三柱の神っていうのかな、うん、三柱の神様で、うん、日本で2番目に生まれた神様とされています。結構早い。そうもうだから最古の神様ですね、うんうんうん、で高結びの神なので結ぶっていうところから縁結びっていうのにつながっている。そうなんだ。そう神様ですね。で高木神社はこういう風になんだろう、巫女さんのねキャラクターみたいなのを結構使ってて、うん、高木さんでしたっけ。高木さんなんかな。そう、なんかキャラクターがいるんですよそうそうそう、キャラクターがいるの、ね、かわいい。で高結びだから、うん、ここね私もこうやって撮影するために行ってきたんですが、おまずどれだ見てないあのね御朱印とかももらってきたんですよね。どんな御朱印だろう、楽しみ。これかな。すごいね。これですね、1月7日に行ってきたんで、多分御朱印、こっちの御朱印です。わかるかな。こっちの、ちょっと千葉神社の方がめっちゃ見えるけど、折れない。こうだね。こちらの御朱印が高木神社の御朱印かな。うんうんうん、シンプルだね。そうなんですよ。で、これ御朱印をもらうと面白いのが1個あって、多分必ずついてるんだと思うんですが、あ、出ました、結び石っていう、このおにぎり型の石がスッて入ってました。そうなんだ。そう、かわいい。高木神社おむすびなの。これじゃあ御朱印をもらわないとこれはゲットできないのかな。ゲットできないと思う。そこでお守りみたいにそれを買うっていうものでもないんだ。ね、一応さっき あのスライドに、うん、一番こっち側にね、いろんな、うんうんうん、なんだろう、お守り一覧みたいなのを載せてたんだけど、うん、あそこの中にも
ちゃんとこういうおにぎりのお守りとかが売ってある、うん、あ別のものがそう、そうなんですよ。石なの？これは石だね。あ、リアルに石だね、うん、へえ、かわいい。結びおむすびってことか。なんかおむすびモチーフのお守りとかが多い。かわいいね。そうなの、すごいかわいい。おむすびが多いんだよね。ね、かわいい。ここなんか2022年東京、多分2022年だったかな。今年？か21年だったか忘れたんだけど、東京ね、なんだろう、最もパワーが高いとされる。え。神社らしい、恋愛において、うん、あーじゃあ行かなきゃ高木神社。そうそうそう、高木神社、うんうん、ぜひ行きたくなりますよね、うん、ちなみに隣の千葉神社は、あ、この千葉神社妙見様は妙見様に関しては、はい、あのこれ、え、これあのちょっと関係のある神社です、私の。あ、やっぱり千葉、うんうんうん、なのでそこは行ってる。そうだから、うちは毎年初詣千葉神社ですね。お、お気に入りの。そう、千葉県にある頃千葉神社だと思ってたんだけど、その千葉ともまたもうちょっと、千葉県、ね、なんて言えばいいんだろうね千葉県を作った人が千葉市ってやつ。そう、千葉県よりも、千葉県よりも先にその千葉さん、そう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 、千葉家がいたってことだね。そう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 、だから千葉県っていうのがあるんだよね。そう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 、うん、ちょっとその関係で、はい、おー、行ってます。隣のやつが気になられちゃうってよくあるよね。言うつもりなんもないやつ。言うつもりはないけど、たまにあるよね。スマホとかで写真見してこれ見てって言って、なんかこう触ってるうちにつるって違う写真が出てきて、そっちの写真が出てきて、それ見せたいやつじゃなかったみたいな。これ話題にしたいやつじゃない。たまに起こりうる事案です。そう、ちなみにこれ深川七福神の、あ、かわいい。これかわいいね。すごい巻物があったり、そうなの、小槌があったり、縁起物が。いつだったか回った時の。へえ。27年に回ってる。あ、じゃあ結構前から御朱印集めは、うん、やってた、やってた。なんかもう御朱印の女子が流行る前から御朱印集めはしてたから、私結構もう何冊も溜まってる。すごい。意外にいってる。楽しいよね、御朱印集め。楽しい。さあ、ということで、うん、実際に高木神社行きたいって言ってたじゃないですか、うん、はい、じゃあ行ってみましょうか。お、お、お願いします。お、地図レポートがあるの。お、お、え、これ初のパターンじゃない？はい、こちら高木神社。雪が降ってた日？はい、雪の次の日ですね。あ、今日は滑んないでね。気をつけて。はい、こちら高木神社になります。雪の神社いいよね。そうなの。雪の神社いいよね。ね、大変だっただろうけど、でもその分綺麗。そう。それが高木神社でございます。へえ。本殿綺麗。ね、めっちゃ綺麗だよね。ここのね、横に、うん、あのお守りとかを売ってるところが、あ、お札とかあるんだ、うん、あります。はい、こちらが高木、さっきのスライドのとまた印象が全然違うね、雪の景色。めちゃくちゃ綺麗だよね。はい、皆様ちゃんと高木神社お参りできました？なんか新鮮な空気になりましたよね。ちょっと今ちょっとシャキッシャキッ。はい、ね、ぜひ行ってみていただけると嬉しいです。高木神社、うん、さあ、じゃあ次2番目の神社行ってみましょうか。2番目覚えてます？どこか。2番目、今戸神社。お、素晴らしい。そう、冴えてる。冴えてる今戸神社。じゃあ情報お願いします。スライドが浅草にあるね、今戸神社なんですが、猫ちゃんとこね。そうなんですよ、今戸神社は何といっても猫ですね、うん、それも、もうこれ2代目の娘さんが最近書いてるんですけど、うん、1代目の方はちょっと亡くなられちゃって、ここの神社の神主さんがこの猫を書いてるんですよ、うん、あ、そうだった。そうなんですよ。で、ちょっと昔とね、顔とかも変わってしまってはいるんですけれども、うん、今、真ん中にある招き猫の、うん、石像みたいなのあるじゃないですか、うん、今戸神社はですね、これを待ち受けにしとくと願いが叶うとされています。なので見てくれた人は、私ツイッターに今日あげとくので、ぜひ待ち受け画面にしていただければと思います。
よっしゃチェックしよう。おみくじに関しても全部猫なのよ。かわいい。そうかわいいよね。猫好きにはたまらないよね。そうなんですよ、私猫好きなんで。だよね。そうなんです。うひゃーって感じだよね。私ね恋愛あんま興味ないから。あれ、おやおやおや。そう、うん、今まで恋愛のおみくじって引いたことがないんですよ。あー、恋みくじみたいなやつか。そう、全くないんだけど、うん、いやでも今回ちゃんと話題にね、うん、するからさ、うん、引きました。おお。そう、こちら今戸神社の恋みくじ。あ、かわいい。かわいい、わねぎ猫。そう、こちらにですね、うん、なんて書いてあったんだろう。その含み笑いがどういうことが書いてるかっていうと、まずまあ足りないものが書かれていて、うん、次恋愛、まあ、恋愛に勝つためのアドバイスみたいなのが書かれてて、で、まあ、何吉かとかっていうのが書かれてて、うんうんうん、でここにですね理想の男性図みたいな情報が載るんです。いきますね。まず足りないもの、うん、自分に足りないものを補うことであなたの魅力が増します、はい、まずは自分を磨きましょう、うん、人に好かれる人はどういう人か観察し学ぶことであなたの恋愛運は急上昇します。アドバイス、わかんないけど。アドバイス、まずは何事も挑戦することが大切です。言い訳はやってから言う習慣をつけることであなたは知らず知らずのうちに成長することができるでしょう。恋愛においても同じことが言えます。積極的にアプローチすると吉。ここまでは普通でしょ、うん、次です。血液型、うん、A 型か O 型がいい、うん、B 型は避けなさい、うん、星座、射手座が理想だがサソリ座、天秤座も良い。誰かいる？いやね、具体的だね。年齢、年の近い人が理想的。うんうんうん、十二支、寝年生まれは避けよ。そんな細かく書いてあるんだ。縁談、結婚、そのうち好機が来る。信心しなさい。これ恋活日っていうのかな？うん、7、19、28。おすすめはパワーブレスっていう、そろそろじゃないっていうような感じで書かれてる。これよく覚えておいてね。これね、後でね、並べるね、うん、ということで、うん、こちら今戸神社のおみくじなんですけど、ちょっと待ってね、多分そう忘れてた。まずさ、これ加藤さん、はい、うちのお母さんから。なになになに、お母さんから。え、ちょっと待って待って、これ袋違くない？こっちやな。はい、今戸神社の縁結びのお守り、ありがとうございます。いただきます。こちら、そうなんですよ、うちの母親が加藤さんにあげて。ありがとうございます。すごい、血すなも優しい。ありがとうございます。ね、ついでなんで、今の、ね、どうぞ開けてください。すいません。まっしぐら。猫まっしぐら。そう、猫まっしぐら。かわいい。かわいい。そう、猫の。にゃん、かわいいですね。お守りを。招き猫が、つがいに。そして、こちらがですね、今の神社の御朱印になります。ちょっと今コロナ対策で、やっぱ春タイプになっちゃってるんですが、うんうんうん、こちらが今戸神社の、ちゃんと猫もいて、すごくない？かわいい。大丈夫。大丈夫。虎みたいなスタッフも押されてるんですよね。かわいい。そう、今戸神社は浅草七福神の一箇所でもあるんだよね。うんうん、てか待って、こっちが高木神社だ。うん。そう。さっきの見せたの違った。あれはもしかしたらね、氷川神社かもしれない。ね、うん、これ、ごめん、高木神社こっちでした。おにぎりが書いてある。おにぎりが書いてある。すいません。ご主人間違った。行った順に貼られてると思ったら違った。そっか、氷川神社だけ書いてくれたからそっちにやったんだな。あ、そういうパターン。すいません、ちゃんとチェックしとけばよかった。こちらが、失礼いたしました、こちら高木神社です。で、多分これ多分ね、お正月限定のぽいよね、やつなんだよね。そう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 、この周りのあれが、そうそうそう、これが多分お正月限定、確かにお正月っぽい。
おむすびがしっかり書いてありますね、はい、でこちらが今戸神社ですね。綺麗綺麗。やっぱ限定とかっていうとちょっと、ね、ちょっとね、おってなるよね行きたくなるよね、うん、さあここの今戸神社なんですが猫が有名です。はい。で出会うとラッキーな猫がいるんですよ。出会うとラッキーな猫、うん、知ってました？出会えないこともある。ある。猫なんで気まぐれなんで、うん、いついるかはわからないんですけど、うん、出会えるとここのなんだろう願いが叶ったりとかしてる人が多い猫ちゃんがいるんです。そんなみんなのアイドルがいるんですよ。猫いっぱいいるんじゃないんだ。何匹か確かいたはず、うん、昔がいるけど、うん、この1匹が1匹がっていう子がいて、うん、私行った日いたんです。おその子がこちらです。ナミちゃん幸運の白い猫のナミちゃんっていう子がいて、しかもこれ境内にいたんですよ。あのすごいくつろいでるじゃん。めちゃくちゃ可愛い。全然お構いなしにくつろいでるじゃん。可愛い。肉球見せてくれてる。そうなのそうなの。この子に会えると願いが叶うっていう風に、そうハッピーが訪れるっていう風に言われてる。願いです。すごい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 すがってる。ご利益ご利益。加藤さん勝負をかける気でいるんじゃないかと。やばいね。ご利益ご利益。ご利益めっちゃ。こんなんなんてお寺みたいな。煙じゃないんだから。やばいやばい。面白いな。じゃあ実際今戸神社も行ってみますか。はい、はい、お願いします。この日雪の日だったんで、うん、今戸神社も。おこちらが今戸神社になります。こちら鳥居ですね。立派だね。立派だ。ちなみに鳥居をくぐるときは皆さん一礼しましょうね、うん、お願いします、はい、こちらもルールになります。はい、鳥居では一礼をってちゃんと書いてた。でも最近ちゃんとさ、うんうん、そういうことをマナー守る人増えたよね。一礼してる方が増えた気がする。テレビとかでもよく年末とかに、うんうんうん、初詣の神社のマナーみたいなの取り上げてるからかな。そうかも。そう、ほら仕事からお寺行ってるからお寺の三門でいつもお礼をしてるから一礼して。大事大事。謙虚な気持ちが大事だよね。そうなんです。ちょっとここの先はくぐれなかったね。ここで あれぐるぐるなんか8の字みたいな、はい、そうです。ちなみにあの8の字せっかく出たんで、あれ誰と縁があるものか知ってます？誰か縁があるの？、はい、あれって何でしょうっていうところが。あれは祀られてる御祭神。あれは違うんですよ。知恵の輪くぐりっていうんですけど、知恵の輪、知の輪、知の輪だ、ごめん、知の輪くぐり、知の輪くぐりっていうんだけど、あれ確かスサノオなんだよね。あ、スサノオなんだ。へえ。もともとスサノオのね、なんかね、火事の話があるんだよね。うんうんうん、その神話があるんだ。神話があって、それの、うん、そこの知の輪を表に出してたところは被害がなかったとか、多分そういうような話が確かあったはず。あれもね、ちゃんと意味があるんだよね。そうなんだ。結構ちゃんとなんか神話に基づく意味があるもんね。あるのよ。調べたんだけど忘れちゃうんだけどね。神話意味とかで調べたらね。そう、調べたら多分そののやつが出てくると。調べてから行くともっと楽しくなる。もっと楽しい。何倍も楽しいと思います。そう、うん、ちなみにこちらの今戸神社はどなたでしょうか。ここは誰なの？っていうところがあるんですが、さっきこの人どこにいるんだろうって言ってた人です。イザナミ。そう、おお、こちらの今戸神社はイザナミの御事様とイザナギの御事様が祀られております。あ、それはなんかこっちもご利益ありそうだね。うん、言うの忘れてた。そう、そうなんですよ。よかった。そこはね、やった、うんうん、分かってお参りしたりするとなおいいと思います、うん、はい、さあそして3つ目ですね。都内の神社最後はこちらでございます。ドンドン。
赤坂氷川神社、うん、こちらの赤坂氷川神社、まあ氷川神社っていうのが、うん、全てスサノオと串灘姫が祀られているところになります。たくさんあるよね。大元、大元は違う。氷川神社、氷川神社の大元はどこだっけ。氷川神社はね、総本山的な、書いてないこれも検索で検索で失礼いたしました。東京では大きい、有名、有名、有名、うん、そう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 。でここもおみくじが有名なんですね。このさくらんものおみくじがあるんです。さくらんぼのおみくじ、そうで、このねおみくじを引くとこういうさくらんぼがあって、うん、これをね結びつけるところがあって、そう、あれおみくじなんだ、かわいい。あれも恋みくじ的な。そうなんです、恋みくじになります。ということで私、はい、こちらでも恋みくじを引きました。さっきの覚えてますか。さっき私がダメだよこの人と付き合ったらって言われた血液型とか覚えてる、うんうん、何型。 A か O、 A か O がよくて、B はやめなさいと、うんうんうん、年齢は近い年がいい。私たちの記憶力が試されてますやばい、すごい。こちらいきます。こちらは結構シンプルなやつなんですけど、まず恋の歌が書かれてて、で愛情運みたいなのが書かれてて、うん、あとはさっきと同じようなことも書かれてる感じなんですけど、うん、いきます。まあ恋の歌はちょっと飛ばしますね、はい、愛情運、2人の巡り合わせは神様がくださったものです、うん、将来のためにもこの愛を忘れることなく大切に育てていきましょう。あれこれと迷って浮気をすると人生が破滅することがあります浮気で破滅だって気をつけます、はい、そしていきます。下ですね。まず星座、ヤギ座か獅子座が理想的、双子座でも良い。これはさっきとちょっと違ったんだけど、うん、どこも出てこなかったね、うん、そうなんだよ。次です、血液型、 A 型が最も良い、 B 型は避けなさい、はい、え、もう B 本当、ね、合ってるね。そう、合ってる。年齢差、同い年が良い、それでなければ10歳くらい離れた方がうまくいきますうーん、牛年生まれはいい、虎年は避けた方が無難です。うーん、方位、東か南東が良い、うんうん、待ち合わせ、相手の好みそうな場所をよく考えて決めなさいそれは縁談、持ち込まれた縁談は即決しない方が良い、後悔することあり、うん、結婚まだ早いまだ早いとはじっくりと相手を観察して決めなさい、ね、なんか知らないけどここにいきなり学問って入ってくるおーおー普通、普通、目標なくして勉学の向上なしまあ別にいいけどみたいなとこだよね、学問、ね、なんでいきなり学問が入ってくるのね、恋愛の感じで恋愛に特化したおみくじとかが引けます、はい、しかも図らずもがな血液型とかがめっちゃ合ってて、合ってる、笑った。 B 型年齢は合ってる、ね、とりあえず私は B 型だけは避けろっていうのと、うん、年齢は近いところでやれっていう感じみたいです。へー、すごい、なんか嬉しい、意外と当たってる、当たってると。そうなんですよ。何吉だったの、これは。これ何吉、これ吉だった気がする。うーん、これ吉、うんうんうん、ちょうどいいね、うん、そう。これでも今日とかだったら悪いことがいっぱい書いてあるのかな。そんなにないらしいよ。だから大吉でもなんか変なこと書いてある時があって、普通のこういう占いって感じだよね、じゃあ、うんうん、運勢というよりは大吉なのに待ち人コズみたいな時、うん、え、そんなのもあるの、うん、あるあるある、なんかマジなんか、ね、大吉って何小吉とかでもなんかすごいいいことがなんか希望が叶うみたいな、え、そうなんか書いてあったりとかするから。でもまあ大吉は落ちるだけじゃん。そうそうそう、今が、そうそうそう、今日とかさ、そういうのだと登ることもできるけど、そうそうそう、っていうね、うちのさ、息子がさ、うん、先月さ、おみくじ引いた時のね、うん、恋愛のところにさ、うん、書いてあったことがさ、ちょっと待ちなさいって一言書いてあったなんか親子で大爆笑してさ、どういうことちょっと待ちなさいって何すごいね、なんか思い当たるし、なんか息子もなんかもじもじしててさ、なんか思い当たってんのみたいなちょっと
待ちなさいのフレーズは気になるよ、母は。消化しなさいよって。しかも一言でしょ。うん、一言。うわ、そんなんある。めっちゃ面白いんだけど。うん、あれは面白かった。ちなみにするどこの神社？これはね、あのね、湯島天神だ。おお、うん。あそこで、あの、受験だから。そうそうそう、受験も近いからと思って、うんうんうん、普通のノーマルなおみくじを引いたら、うんはいはい、結構いろんなこと書いてあるじゃん。うんうん、恋愛のところはちょっと待ちなさいだった。まあ、とりあえず受験終わるまで待てってことかな。待てってことね。キープだ、キープ。キープさあ、ということで、はい、この氷川神社、うん、もう行きますか。行きましょう。イエーイ。参拝しましょう。ご祭神は？ご祭神は氷川神社猿田彦？違うわ。違うわ。言ったわ。言ったっけ？言ってなかったっけ？言ったと思ってたんだけど。あ、言ってないや。言ってない。あ、ミュー。言ってない。スサノオだ。そう、スサノオと。スサノオと。誰かもう一人いたな。もう一人いたな。クシ。なだ。クシなだ。姫。姫。はい、そうです。スサノオとクシナダ姫様が祀られてます。じゃあそれを胸にぜひ参拝してください。こちら、あーすごい綺麗。ちょっと顔が映んないようにカメラマークを上にしたりしてるんですけど、ね、それはなかなかね、神社はパラパラと人がいるからね、まだ1月中はね。そのこの辺お昼近くになっちゃってたから、やっぱ人通りが多くなっちゃったんだよね。境内がめちゃくちゃ広いんですよね、ここ。すごいね。広い。赤坂でこんなに広いって。で、ああやって締め縄みたいなのがされてるのは、うん、あのここの御神木になります。うん、すごい広い。そうなんですよ、広いんです。都会にこんな広い神社があるんだね。ねえ、チスが転ばなくてよかったよね。私ね、うん、実は今戸神社の帰りにね、転んだのよ。ね、結構アイスバーンになってたからね。そうそうそう、この日ね転んで、で手やって、マジ、そう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 、しばらく箸持てなかったの。わあ、結構やったね。それは新年早々。こちらおみこしみたいなのもあった。氷川神社鳥居ですね。鳥居では必ず一礼をしてあげてください。で、横にあの、うん、手を洗うところがあったんですが、うん、今なんかお花とかが生けられてました。ちょっと人がいたので映せなかったんですが、はい、なんかすごいね。氷川神社でございます。ちょっとこれ YouTube の、 あの動画にね、長かったんで YouTube でやってるんで、最後 YouTube のやつで申し訳ない、触れるという感じで、今日は東京のですね、おすすめの3つの縁結びの神社を紹介していきました。体験できました。ちなみにこちらは私からみゆゆ、いいの、ありがとう。すごい、氷川神社、はい、ドキドキ、開けてみます。やったー、あーすごい、夜間鈴、かわいい。この夜間鈴は何だろう、人に与えると良いというか、そういうねのがあるので、そうなんだ。そう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 、愛情を皆さんに、そう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 、幸福は自らの努力で作り、他人に分け与えるべきとの教えを表しています、うん、と記されてます、はい、深い、深い、なのでぜひ、ありがとう。私も分け与えたい幸福を。いつも独り占めしちゃうの。私はね、分け与えられるように頑張ります。お願いします。はい、いいのかな。お願いします。やってないかな。言ってるよね。そんなことないよとか言わない。お願いしますの一言に全てが現れてる。さあ、ということで3つの神社どうでした？いや、氷川、でも赤坂氷川神社すごい大きくて、うん、そうなの、めっちゃやっぱね、ちょっとね、駅からも離れてるんだよね。あ、そうなんだ。8分ぐらいかな。そう、
でもあそこら辺でも大きい神社いっぱいあるよね。赤坂はそうだね。比叡神社も赤坂でもないけど、ちょっと歩けば比叡があるし、ね、豊川稲荷も赤坂にあるし、そうだよね、あそこら辺意外となんかすっごいこうなんかイメージが政治の中枢とかなんかこういろいろ繁華街みたいなイメージだけど、自然豊かな地域なんだね。ちなみにこの氷川神社って六本木からも行けて、私六本木から行ったんだけど、六本木に一個分社あるの知ってます？あ、出雲大社が。そうです、出雲大社のね分社もあるんですよ。あ、私待ち受けにしてる結構加藤さん好きですね神社思ったより出雲大社のこうパシッとこう取ってこう待ち受けにしてる。マジっすかびっくりだわびっくりだわ。ちょっとね、出雲までね行けない。そう、出雲大社までは行けないから、うん、あったんだって言って来ないでね。そうそう、実はそこも行ったは行ったんだけど、ちょっと動画とかは撮ってないし、画像もね結構人が多かったから、まあ、意外とこう、うん、狭いっていうか建物とかのところにあるからね。都会だからね。都会で、あれ都会の神社って感じの神社だよね、うん、ちっちゃい。そう、ぜひですね、そこもですね、うん、出雲行きたいなって思う人は、今ちょっとねマンボウも出ちゃったんで行けなくなってると思うので、そこの六本木に行ってみるといいかなって思いますね。いや、都内もいい神社がたくさんあるね。今の神社もありましたし、ねえ、猫、ね、ちゃん、ナミちゃんに会いに行こう。ナミちゃんに会いに行ってナミちゃん出てこないでね、ナミちゃん盗まれたらネタにならない、盗まれないからねちなみにこの雪の日に行ったら、もうそこのさ、今戸神社の人たちってすごいユーモアがあるから、うんうんうん、雪だるまが、猫の雪だるまが、わあすごい、なってめっちゃ可愛かったの。それもね、載せようかなと思ったら載せてなかったね。そう、神主さんが女性なんだよね。そうそうそう、あそこ今ね娘さんが継いでる、うん、そうなんですよ。すごいユーモアがある方なんですよね。そうなんです。今猫さん探そうと思ったけどツイッターに載せるぜひツイッターを、ね、さあ、ということで2022年の第1回目の放送もそろそろ終わりを迎えるんですが、せっかくなので、うん、新年の抱負聞こうかな。おこれは何も言ってなかったし、台本にも書いてないし、私も時間余ったら聞こうぐらいでした、うん、はい加藤さん、新年の抱負はやはりつままからいただいたので、はい、はい、今年こそは成就できるように、おはい、頑張りたいと思います。で、偏差値を毎月毎月上げていって、年末には成就できるように。言ったな、言ったなってことは今年のクリスマスはヘリが飛ぶよまただまただ祭りだ祭りだあれか、先月のあれかいい持っていき方だミユは、いや、私はもうまさにもう人に優しくですよ本当に、なんかやっぱ自分にゆとりがないと優しくできないじゃないですか。確かに去年割といっぱいいっぱいだったんで、うん、もう自分が自分がだったので、今年はちょっと周りの人にも優しくしたいな、多分っていう感じね。でもあんまりね、みゆが優しくないっていうイメージが私はないんだよね、うん、本当、私なんかすごい淡白で優しくないんだよねでもね、今年は本当みんなに優しくするめっちゃ面白いんだけど。チスは？私、うん、私ちょっとねやりたいことがあって、うん、ちょっとそれはまだね言えないんですけど。言えないけど、なんかいいことあったでしょ最近。いいこと？うん。なんか。あ、あれか、ツイッターでやってたやつ。あれなんだっけな。あんないいことがあったっぽいのに、そのいいことを忘れる？覚えてねえな。そう。あ、なんか、うん、新年早々面白いことがあったんだよね。会社の自販機でドリンク買ったの、うん、そしたらそこのテロップというか、うんうん、そのラインナップにない全然違うものが出てきて今年面白いなって思った。確かに、なんか面白い年になりそうだなって感じがする。面白い年に、そう、新年一発目そんなんだった、うんうん、なんかいいバラエティ豊かだよそうですね、まあ、とりあえず私もちょっとやりたいことをいずれ発表しますので、ぜひ乞うご期待で、はい、
さあ、そろそろお時間なのでこの辺で締めますか。締めますか、はい、今日も見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。また来月の第4土曜日にお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。